どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、私が小学校の小学生の中学年ぐらいかなの時に、ザ・ベスト10で多分すごく流れていた曲、ダンシング・オール・ナイト、モント・エンド・ブラザーズのあの曲を、夏メロですよ、昭和の夏メロでもね、子供心になんというあのエネルギーのあるボイスだと思いましたね。はい、これをですね、このウクレレを使って、ガズレレ流簡単バージョンで皆さん歌ってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもできるようにした、なるべく簡単にしたガズレレバージョンなんですけど、ありがとうございます。コードは3つでございます。3つ、 Am と Dm と E7、 この3つでこの曲はねできてるんですよ。かー、深いですね。音楽は3つのことで。はい。で、後半はかっこいいバージョンやります。こっちはちょっとファンキーに、ちょっとセクシーな感じで、キメも、フレーズもいろいろ入ったり。これね、ぜひ皆さんチャレンジしてください。気持ちがいいです。できるんだったら。最後までご覧になってください。かっこ簡単版、かっこいいバージョン、両方できると、楽しいと思います。はい。大好きな曲、思い出の曲、まさに夏目の子供の頃に心をグッと打ったあの曲を今、もう一回歌いませんか。でね、カラオケで歌うのももちろん楽しいし、CD 聴いたりするのもいいんですけど、自分で楽器を弾いて、歌う。弾き語り。これがもうね、本当に楽しいんですよ。もうね、ぜひ体験してもらいたいと思うんですけど、なかなか難しいですよね。楽器はちょっと無理だわとか、もう私そういう才能ないという方多いと思うんですけれども、ウクレレだったらできます。なぜかというと簡単だからです。でも奥もすごい深いですからね。ずっと続けられるね、楽しい人生のパートナーになってくれますから。はい。で、しかもですね、ピアノとギター、だってもう最高なんですけど、ちょっとやっぱハードル高いんで、まずはこれでその感覚を、味わってみてください。ほいでね、今見てるガズレレ YouTube チャンネル、この動画を見てるだけでどんどん弾けるようになるんですよ。この私がですね、わかりやすく親切丁寧にレクチャーしているオールですございましてですね、動画を見てるだけですぐできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクを貼るんですけど、そのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私できたってんじゃないって 3,40 分ぐらいでなりますから、そしたらもうずっと音楽できるわけ。はい、じゃあここにリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。はい。そして基本さえ分かっちゃえば、もうあとずーっとね、もう今700曲ぐらい動画をアップロードしてるんですよ。その動画すべて、ウクレレ簡単レッスンバージョンにした世界中、日本中のありとあらゆる名曲を毎日、ほぼ毎日私がアップロードしてますから、はい。最新 J-POP から夏メロから洋楽、昭和歌謡曲から洋楽はハワイアン、アニメソング、もう何でもあります。さっきのリンク先の下の方にジャンルがいろいろ書いてあって、いろんな曲入ってますんで、皆さんの好きな曲もあると思いますよ。さあ、早速じゃあ、やっていきましょう。モンテンド・ブラザーズのダンシング・オールナイト、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。シンプル簡単バージョンやってみました。はあ、血が騒ぎます。はい。
あの、ハスキーボイスはちょっと再現できませんよね。モンタさんのあの、素晴らしい歌声。はい。まあでもイメージでやってました。ダンディーな感じで、ちょっとこう、踊れる感じでね、できるといいと思います。で、あの、YouTube の、今動画のね、テロップを見ながら、私の演奏と一緒に合わせてもらう。これ最高に楽しいんですけど、次のステップは、自分で書き出して、それを見ながら歌う。これやってみてください。その時の参考になるように、あの、私のノート見てほしいんですけど、これ、今見てもらったらわかると思うんですけど、もちろんショートカットバージョンですから、2番3番やりたい方は、コード進行が一緒ですので、歌詞を書き出して、ご自分だけの歌本を作ってください。じゃあ見ていただきます。で、これ今イントロね、口で言ったんですけど、Am弾きながら。かっこいいバージョンではなんとこの雰囲気も弾いて出しちゃおうということで、後で解説しますね。これも一応メモっといて、まあ後でまあ解説します。で、こっからじゃあ歌が始まっていきますと。でね、まあ、さっきも言ったんですけど、コード3つだけなんで、本当シンプルなんですけど、今回かっこいいバージョンでは結構いろいろこだわります。今のうちにちょっと説明していくと、ここにフレーズ1、フレーズ2、フレーズ3、フレーズ4、フレーズ5、5のフレーズがここに入ってくるということで、覚悟しておいてください。覚悟っつうか、楽しいやつですから大丈夫です。はい、まあ、ひとまず、こっからここまで一時停止メモってちょ。いいですかね。シンプルですよ。で、ここからダンシングオールナイトこうサビで、行くわけですけれども。で、つまり今の構成はですね、A メロからずーっとやってきてサビ行って、もう一回サビをやって終わったというガズレレリーショートカットバージョンになっております。で、最後ここエンディング、E7 で E7 に変えて A マイナーで終わったということですね。はい。これが、今やったガズレレバージョンです。で、さっきも言ったコード3つね、A マイナーと D マイナーと E7 です。この3つ。ちょっと難しいと思うかな。まあこれ、初心者入門コードのグループの1個なんですけど、まあこれがわからないという方はですね、すごくいいコンテンツがあります。これです。ガズレレ引数コード。これはいつも私の動画で出てくる、ご紹介してるんですけど、8個の簡単コードのグループです。コードっていうのはですね、星の数ほどあります。全部覚えようと思ってもそもそも無理だし、覚える必要もないです。まずですね、自分が必要なコードだけ取ってくるって覚えるといいと思うんですけど、今ご覧になってるガズレレ YouTube っていうのはウクレレにとってものすごく弾きやすいところの、抑え方のグループでやってるんですよ。その時に、ガズレレで音楽始めると一番ステップアップ早いんでやってもらいたいんですけど、最優先で覚える、最初に覚える8個のコードをガズレレ必須コードと言ってます。だから必須ね。8個です。たった8個。その中にはね、8個って言って多いかなと思うけど、ちょっと1本指のコードもたくさん混ざってますんで、気軽にやってみてもらいたいんですけど、その8個のコードの中の3つがここなん、これなんですよ。なんで、その、これから、皆さんにやってもらうガズレレ必須コードを覚えちゃうと、これはおまけでついてくるっていうような感じで。以前その8個のコード、ガズレレ必須コードのこと、めちゃくちゃわかりやすく親切に、レクチャーしている動画、ここに貼っときます。ここのリンク先に行ってコードの勉強をしてきてください。必須ですから。覚えておいて損はないです。楽しく覚えられます。行ってみてください。さあ、ここで初心者レッスンの解説は終わりまして、ここからいよいよ、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。こっちは結構こだわりますよ。コードがシンプルなだけにいろんなことをやりましょう。そしてですね、まずリズム段なんですけど、見てください。シンプルな16ビートのチャです。ちょっとこれ小さいけど、じゃーだだ、チャッタタタ、じゃーだだ、チャッタタタって書いてあります。ちょっとこれちっちゃいかな。テロップでも出しておこう。これです。じゃーじゃじゃ、タッカチャカ、じゃーじゃじゃ、チャッカチャカ。はい。じゃんじゃじゃ、チャッカチャカ。星は茶ですよ。はい。この、こういうの見てもらうのもいいんですけど、やっぱりちょっとね、実際にどんな感じか。Am 押さえて。じゃーじゃじゃ、チャッカチャカ、じゃーじゃが、チャッカチャカ。最初一回、ダー。ここだけ空振りです。ダーダーダー、チャッタッタ、ダーダー。この弾き方を基本に置いてやりたいと思います。ちょっとファンキーな感じになりたいんで。この、チャがポイントです。チャ。これのことを16ビートのチャと言うんですけど、これはですね、普段の練習アイテムで使ってる16ビートよりシンプルで簡単な方なんで、じゃんじゃか、チャカチャカ、じゃんじゃか、チャカ、口で言いながら、ものにしていくのをお勧めいたします。はい、一応なんですけど、ここに弾き方の解説、ここはね、ガズレレで、ホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページの1枚から、16ビートのチャという練習動画の、があるんですけど、それで紹介してるやつ、こっちの方が簡単なんで、まあ、参考になればそちらも見ていただきたいと思うんですけど、まず8ビートができないとね、なかなか16ビートは無理なんで、8ビートをマスターして、8ビートのチャをマスターして16ビートっていう流れで覚えていってください。じゃあこれ、
リズムはこの16ビートのチャでやるということで、シンプルなね。ここからじゃあどんどん深みにはまっていきます。深みにはまっていくって そういう意味じゃないですよ。深いところに行きますっていう意味ですからね。まずイントロ行こう。これこの表の見方が、分かる人いるかな。こういう風に読んでいく、オルゴールみたいに読むんですけど、こっちが1弦です。1弦2弦3弦読み、これはですねタブフという読み方で、ここにタブフの読み方の解説してる動画あるので、これをちょっと見てもらって、今日はあえてそのタブフの読み方そこで勉強してもらった後にこれを見てもらおうと思うんですけど、まあ安心してください、しっかり解説していきますね。まず1弦の0と4弦の2フレット2つを弾いて、次でんでんじゃーんってここで伸ばす。ちょっとこれメモってもらうのいいかな。ここ2002、2003ですからね。はい、ちょっとやってみましょう。まずじゃあ、つまり Am を押さえてるんですよね。 Am、 Am ってことはこっち2フレットでしょ、上0でしょ。1弦と4弦を同時にトーンと弾きます。トーンと弾いたらこうでタンタンタン、全部弾く Am を押さえたまんまで、1弦と4弦同時に弾いて3弦2弦弾いて Am 全部弾きます。ダンダンダンダーンです。 OK、 ここまで。これ前半。後半はダンダンダンダーン、ダンツタン、ダダンダンダーン、ダンツタン。今のダンダンは1弦の 2-3Am 押さえたまんま 2-3 2-3 ダンダンダンダーン、3-2 2-3-3-2 です。もう一回いこう。 1-2-3-4 ダンダンダンダーン、ダカツカ2-3ダンダンダンダーン、ダカツカ。これがイントロです。かっこいいでしょ。でんでんでんだん、だがつか2-3、だがだんだん、だがつか3-2。ちょっと繰り返そうか。1-2-3-4。3-2、でんでんでんだん、だがつか2-3、でんでんでんだん、だがつか3-2。かっこいい。これイントロ。ちょっと面白いでしょ。アルペジオちょっと混ざりながらも16ビートでチャも入ってる。結構難しいんですけど、イメージはね、わかった？口で言うのはいいですよ。でん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 、だかつか2-3、だかでんでん、だかつか3-2。かっこいいイントロ決めてください。で、こっからフレーズの波状攻撃です。ここ見てください。無邪気に踊ってみせる。あ、ここか。無邪気に踊ってみせる。ここフレーズ1って書いてあります。ここ。ここに書き出しました。フレーズ1。ここはですね、ここも見てもらいたいんですけど、ここ Am と E7 じゃないですか。これを見てください。ここ Am と E7、ワンブロックなんですけど、この赤く書いたところのが主旋律なんですよ。2弦の0に、2弦の4、その次また2弦の4、に、1弦の0、2です。ここのメロ、赤いメロディーだけちょっと弾いてみる？そうするとこうなります。サビの前ね。このメロディーをコードと Am と E7 で弾きたい。ちょっとやってみましょうか。無邪気に踊ってみせる。わかった？ダダダッタダダッ。はい。ダンダダッタダダッ。024、402。最後の2の時に E7 なんですよ。いい？2弦の0。2弦の2。二弦の4、もう一回二弦の4、一弦の0、一弦の2、一弦の2の時にコードは E7 になります。で、一弦の2の時に E7 になるまでは Am を押さえっぱなしです。上、4弦の2フレットね。それがここに書いてあります。はい、これね。シシシ、ジャンジャジャツカジャガダダダダダダ、024402。はい、なんとなくイメージできたかな。はい、これフレーズ1。どんどんいきます。はい、じゃあ次はここ。フレーズ2はね、サビです。Nothing all night 言葉にすれば、ここでフレーズ2なんですけど、Dm 押さえたまんま。3弦って書いてあるんです、これ。3弦の2-0-2-0-2-0ってなってます。これ3弦の2。つまり、Dm っていうのはね、こことこことここ3つ押さえるんですよ。これを開けたり離したり、2押さえたり0を離したりするわけ。ちょっとやってみましょう、ここ。
なぜもない言葉にすれば。わかった。フレーズ覚えといて。ここ見てよ。この指見てくださいよ。E7 ですよ。これ印象的でしょ。ここもう一回やってみよう。Nothing all night 言葉にすれば。Nothing all night ってなります。口で言う方が早い、話が早いと思うね。これを16ビートのフレーズの。ちょっとカッティングも織り交ぜて、カッティングのやり方もさっきのリズムのいろいろのところに出てますから。ここかっこいいんです。はい。次、どんどんいきます。今のフレーズ2でしょ。今度はフレーズ3ですよ。次の行で、Nothing all night, 嘘に染まるのところでこれ。今度は Am を押さえたまんま、1弦、2023って書いてあります。ちょっとここやってみますね。Nothing all night,嘘に染まる2023。ここ雰囲気わかる？嘘に染まる。A マイナー押さえたまま一弦の2023。これはいいですね。嘘に染まる。ダンシングオーナー、こういう風になっています。だいぶ雰囲気出てきた。テンション上がります。すごいな。次、はい、どんどん行きます。また次の自家所ですよ。ダンシングオールナイト、その次のとこね。このままずっと、またさっきのこことちょっと似てるんですけど、3弦の2フレットと0フレットを行くんです。ここへ今度特徴ある。2拍3連っていうフレーズ、ちょっとやってみましょう。押さえる場所同じだからちょっとややこしいけど、行きますよ。ダンシングオールナイト、このままずっと。ダンシングかっこよくない？これ203連というリズムでちょっと溜めてるような感じ。もう一回いきます。 Nothing all night このままずっと。ダン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  Nothing all night。 はい、ここは結構キーポイントになります。203連ダンダンダンジャンジャカジャカジャカダン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 。面白いでしょ。はい、ここの指で注目ね。はい、はい、次。Nothing all night, 瞳を閉じて。これ繰り返すときだけこの決めを売りたいんですけど、ここ2回繰り返すじゃないですか。だからここまでずーっとやってきて、1回目のときだけこれをやって、ここにまた戻るわけです。これがね、結構特徴あります。これもね、Am を押さえといて、1弦の0357って書いてあります。Am を押さえたまま7まで行くのはちょっと結構難しいんですけど、ちょっとやってみますね。Nothing all night, 瞳を閉じて。もう人差し指でここ押さえちゃうんで、こういうフレーズの時は。なんだかつかだかゼロ。なんだだだだだだ。なんだかつかだだ。ゼロ、三、五、七。後ろから追いかけてくる。なんだだつかだかだだだだだ。オッケー。もう一回 Am 押さえたままね。なんだかだかだかだ。ゼロ、三、五、七。リズムに乗っていきます。Dancing all night, 瞳を閉じて。ゼロ、三、五、七。ダンシングオール7やってすぐ Am で次のダンシングオールナイトよ。ダンダカスカスカ035ダンシングオールナイトすぐ行きます。これこのストレッチこれね大変。はい、これが決め5フレーズ5なんで、フレーズ1から2345って毎回ここのブロックのところのここのエリアで入ってくるっていう、しかも全部違うわけですから、はぁ、あ、なかなか奥が深い。はい。これの、ゆったりした、ファンキーな、ちょっと、セクシーなリズムに乗っけて、歌を歌いながら弾く。なかなかですよ。この、できるところだけでも、1個入れるだけでもいいと思うので、まずピンポイントで1個ずつ分析してやってみてください。はい、それでは行こうか。ダッシングオールナイト、モンテンドブラザーズ、かっこいいバージョン、やってみる。1、2、1、2、3、4。Dancing all night 言葉にすれば
じて出せようない言葉にすれば出せようない嘘に染まる出せようないこのままずっと出せようない瞳を閉じてでん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 ダンシングオールナイトかっこいいバージョンやってみました。もうタンドブラザーズやっちゃいました。はい、ファンキーでね、やっぱ決めってフレーズがね、入ってきますから、フレーズが入ってリズムがこうよれないようなところ、そこら辺そういうなんかグルーヴをねこう大事にしたいかなという感じでございまして、このリズムの中にそのフレーズがうまくこうミックスされて曲のねこう情動を盛り上げると言いますか、まあ弾く人と聞く人のね、こう気持ちを高めますというか。まあそういうのが楽しいと思う。このグルーヴですよ、やっぱりこの歌もね、すごくやっぱりそのフィーリング中心でこうカチカチ歌うタイプじゃなくて、こうソウルフルに歌うとかっこいいかなと思って、もう YouTube で当時の映像を見たけども、すごいやっぱね、ソウルフルでかっこいいんですよね。まあその雰囲気をちょっとこう、つかめるように。楽しんでやってみてください。はい、ありがとうございます。ガズレレですけど、いろんなイベントやっております。本もたくさん出しておったりとかですね。ホームページでいろいろご案内があるんですけど、この後ちょっとご紹介させていただきます。今日はどうもありがとうございました。でですね、ウクレレでもう楽しいな、毎日楽しいなという方多いんですけど、そんな方はですね、周りのお友達とか同僚とかご家族、ご近所さん、教えてあげてくださいね。ほんとね、音楽は楽しむものだと思いますんで、聞くのもいいけどやる方が最高。よろしくお願いします。ではご案内ご覧ください。どうぞ。ガズレレホームページご覧になってください。どうぞ、こちらリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい、でイベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生ってばっかり、僕はね白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることが、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部、もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこれ、ね、これです、これ。はい、ガズレレ歌本、こんな感じで出てます。1冊につき50曲入っててボリューム5になるんで、僕250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん CD も出してるんでね、レッツゴー最高、これ CD なんですよ。はい、こっちかっこいい版と、練習版の CD、これだね。私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください、お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いいたします。ああ、もう盛りだくさんですよ。もうガズレレで、もうね、伝えたいことがいっぱいです、ね、大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください、ね、それではまた音楽で楽しい時間いっぱい過ごしましょう。皆さん、楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。誰でもほらすぐできるよ。